こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢はドラえもんに出てくるキャラクターの一人。出来すぎくんにどんな印象を持っている？出来すぎくんの印象？名前の通り何でもできて、ビジュアルも良いパーフェクト人間じゃない？のび太とは正反対な人物という印象かな？そうだよな。でも、出来すぎくん、よく知っていくと、実はかわいそうなやつなんじゃないかという説が浮上しているんだ。出来すぎくんがかわいそうなやつ？そんなイメージはないなぁ。じゃあ、今回は出来すぎくんの詳しい情報を交えながら、かわいそうなやつ説を紐解いていくぜ。おう。興味大。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。出来すぎくんのプロフィール。まず最初に、出来すぎくんのプロフィールを解説していくぜ。出来すぎくんのフルネームは、出来すぎ秀俊。勉強がよくできるだけではなく、スポーツも万能で何事もそつなくこなせるイケメン。性格は誰に対しても優しく、正義感に溢れていて温厚。まさに絵に描いたような優等生タイプの男の子なんだぜ。改めて聞いてみると、ものすごく完璧な人間だよね。こんな素敵な小学5年生なんてなかなかいないんじゃないかな？こんな完璧な男の子に会ったことがないよな。頭が良いこともスポーツができることも鼻にかけず、できない人を馬鹿にしない。人に優しく教えたり手伝ってあげることを苦にも思わない。ここまで来ると、特殊な人間だと思ってしまうほどだぜ。本当だね。出来すぎくんはジャイアンやスネ夫、静香ちゃんのように家族までは作品中に登場していないよな。ジャイアンやスネ夫、静香ちゃんたちほどのび太と親しい間柄には感じられないもんね。そうだな。のび太にとって出来すぎくんは、友達というよりただのクラスメイトという存在だもんな。そんな家庭環境がベールに包まれた出来すぎくん。実は、お父さんだけは一度だけ作品に登場しているんだ。お父さんの見た目は、出来すぎくんにそっくり。頭が良さそうで爽やかなイケメンだったんだぜ。お母さんの顔はよくわからないけど、おそらく出来すぎくんはお父さんになんだね。うん。出来すぎくんはお父さんにだと思うぜ。お母さんは作中に登場したことがないから、ビジュアルはわからないんだけど、出来すぎくんのお母さんというだけでなんとなく美人なお母さんのような気がするよな。また、出来すぎくんの家は、大型犬を飼っているんだぜ。その愛犬もコンクールで優勝するような名犬なんだそう。出来すぎ家は、ペットまでも優秀な家柄のようだぜ。大型犬が飼える広さのある家で、お父さんはハイスペックそうなイケメン。本人のみならず、出来すぎ家全体がとても優秀で恵まれた一家であることが伺えるぜ。ため息しか出ないね。出来すぎくんが出来すぎてるシーンや名言。解説してきた通り、ミスターパーフェクトマンな出来すぎくん。そんな出来すぎくんには数々の出来すぎ名言が存在するんだぜ。数ある出来すぎ名言をシーンの説明とともに、3つ厳選して紹介していくぜ。どんな名言が登場するんだろう？楽しみ。1つ目は、コミックスドラえもん40巻に収録されている名言。これからの時代は、女性もどんどん社会に出て働くだろ。家事は女性専門というわけにはいかなくなると思うよ。というもの、男性が料理をすることに対して、出来すぎくんが持論を主張するシーンでの発言なんだが、小学生なのに、未来を見越した発言。大人っぽいにも程があるよな。出来すぎくんは未来からタイムスリップしてきたんじゃないかってくらい、未来のことを見越しているよね。こんなに未来の女性について考えている小学生っているのかな？すごすぎ。私たちが小学生の時にはお目にかかったことがないタイプの人種だよな。二つ目は、コミックスドラえもん36巻に収録されている名言。予言なんて信じないよ。みんな偶然かこじつけだ。というもの。予言に振り回されているクラスメイトたちに、冷静に持論を説く出来すぎくんのシーン。この名言の凄さは、出来すぎくんはデタラメに予言を否定しているわけではないということ。実は出来すぎくんは、話題となっている予言について自分なりに調べた上で、理屈立てて考えたそう。その上で、名言のような見解に至ったようだぜ。安易に自分の意見を述べたりしないで、しっかり勉強した上で発言するあたり出来すぎくんらしいよね。凄すぎる出来すぎくんだけど、ちょっと子供らしさに欠けるような気もするよな。周りのクラスメイトの子たちと話が合うのかな。と、無駄に心配にはなっちゃうよね。ここまで来ると、出来すぎくんが意気投合できる相手は同年代では存在しないだろうな。その点では気の毒。三つ目は、コミックスドラえもん43巻に収録されている名言。悪いことは言わない。宿題の方が、キャンプより大事だよ。というもの。間違いない。勉強どころか宿題も終わっていないのに、遊びに行こうとしているのび太を注意するシーンでの出来すぎくんの発言だぜ。この発言こそ、ベストオブ優等生という感じだよな。宿題の方が遊びより大事だってことは誰でもわかっているんだけどね。でも、遊びたくなっちゃうのが子供なんだよね。一
ちんと自制できる出来すぎくんの精神年齢は、40歳くらいなんじゃないか。確かに、そのぐらいの精神年齢かもしれないね。出来すぎくんの名言について、3つ厳選して紹介してみたんだが、まだまだ出来すぎくんは名言を残しているぜ。出来すぎくんは、正直ドラえもんの中ではメインキャラクターとは言えないよね。出番もそこまで多くないはず。なのに、そんなに様々な名言を残しているなんてすごくない？そうだな。ドラえもんの作者である藤子 F 不二雄先生は、作中で知識や常識の紹介を必要としている時に、出来すぎくんを登場させている気がするんだ。出来すぎくんを用いてのび太や他のキャラクターや読者にわかりやすく、社会の常識とはこういうものだ。こんな考え方や捉え方もできる、ということを教えたくて登場させている気がするんだよな。だから、出来すぎくんは使命を全うした結果、精神年齢が高い、超優等生というキャラクターになってしまったというわけだと思うぜ。子供らしさに欠けるが、重要な役目だからしょうがないよな。サブキャラなのに、重要って大変だね。出来すぎくんは本当はかわいそうなやつだった。重要サブキャラな出来すぎくん。一部では実は出来すぎくんはかわいそうなやつ説、が話題となっているんだぜ。解説の最初にマリサがそんなことを言っていたね。でも、出来すぎくんがかわいそうなの？羨ましいじゃなくて？ちょっと意味がわからないな。実は出来すぎくんはかわいそうなやつ説が話題となっている理由は、大きく4つあると考えられるぜ。一つ目は、出来すぎくんは仲間外れにされているという点。出来すぎくんは、さっきも話した通り多くの人からサブキャラだと認識されていると思うんだが、ドラえもんの知識人という点で、重要な立ち位置を確保しているキャラクターだよな。そんな個性強めなキャラクターであるにもかかわらず、ドラえもん、のび太、しずかちゃん、ジャイアン、スネオ、というレギュラーメンバーからは外されているんだよな。そうだね。出来すぎくんに対しては、5人のレギュラーメンバーの仲間だという認識はないもんね。だいたい遊ぶ時も、出来すぎくんは呼ばれていない。海やキャンプにはもちろん、ジャイアンのチームの野球に参加している姿を見ることもないよな。ジャイアンの横暴でクラスメイトのほとんどが、無理やり野球チームに参加させられている気がするけどね。そんなジャイアンの横暴な出来事にも、出来すぎくんは免除なことが多いぜ。ジャイアンのリサイタルにも毎回参加という感じでもない。なんでかな？出来すぎくんがあまりにも優等生すぎて、さすがのジャイアンも指図ができないんじゃないか。ジャイアンの横暴を出来すぎくんに指摘されては、グーの根も出ないだろうしな。ジャイアンの横暴も出来すぎくんには通じないということね。ただ、出来すぎくんは出来すぎるゆえに、ジャイアンだけでなく、クラスメイトからも敬遠されているんじゃないかという心配もある。こんな遊びに出来すぎくんを誘うわけにはいかない、という遠慮があるんじゃないかと思うんだぜ。そんな遠慮から、結構な頻度で仲間外れにされていると感じるぜ。出来すぎくんが仲間に入りたいと思っているかもわからないけどね。二つ目は、出来すぎくんは映画に出てこないという点。あんなに優秀な出来すぎくんなのに、アニメのみならず、映画でも仲間外れとなっていて、登場回数がほぼないんだぜ。確かに、映画で出来すぎくんってあんまり見かけないかも。見てもちょっとした出番だよね。まさに、そうなんだ。どうやら、1980年に公開された映画、ドラえもんのび太の恐竜を制作段階では、出来すぎくんも冒険に参加する予定であったらしい。出来すぎくんは持ち前の博識な部分を活かし、様々なアイデアを提案、冒険に貢献するという役目だったようだが、完成した、ドラえもんのび太の恐竜には出来すぎくんの姿は綺麗さっぱりなくなっているんだ。そこまで役割も決まっていたのに、なんでいきなりクビになっちゃったんだろう。ネット上では、出来すぎくんがレギュラー落ちしたのは、出来すぎくんがいたのでは、すべての出来事がイージーに進んでしまうからじゃないか。他のキャラクターが目立たなくなるからじゃないか。苦労して冒険を達成するストーリーがドラえもんの映画の醍醐味なのに、出来すぎくんがいては苦労せずにストーリーが進んでしまい、何の感情も伝えられないからではないか。ドラえもんの道具プラス出来すぎくんの頭脳、イコール最強。序盤で冒険終了の予感が、大だからじゃないか、という予想がされているんだ。どの予想も納得できる内容だね。だよな。つまり、出来すぎくんがレギュラー陣と共に冒険に参加しては、子供らしい発想の子供たちが、ドラえもんと協力して道具を使いながら、試行錯誤して問題を解決していく。その過程で成長していくというドラえもんの映画の見どころである、感動や面白みが、半減して作品が台無しというわけだな。残念だけど、そういうことが理由で出来すぎくんは冒険から仲間外れにされちゃった、ということなんだろうね。三つ目は、出来すぎくんは能力が高すぎるあまり、他人の気持ちがわからないという点。パーフェクトヒューマンな出来すぎくんは、優しく思いやりのある性格の持ち主なんだが、大人な考えの出来すぎくんも、実際は小学生。
経験値不足から、想像力に欠ける部分があるんだぜ。おお、出来すぎくんにも欠点があったってことね。まあ、そういうことかな。出来すぎくんは、生まれながらの勉強家で秀才。勉強が苦にならないどころか、楽しいと感じるタイプの少数派の人物の一人だと思うんだが、そんな、出来すぎくんにとって、なぜ勉強することがそんなに嫌なのか、なぜやらなければいけないことを後回しにするのか、ということが理解できないようなんだよな。コミックスドラえもん22巻に収録されている、出来すぎぐっすり作戦という回でのことなんだが、この回では、のび太の担任の先生が出来すぎくんの優秀さを褒めたたえる。クラスメイトにも出来すぎくんを見習ってほしいからと、先生はいつもより余計に宿題を出すと言い始めるんだ。そんな先生の行動に出来すぎくんを逆恨みするのび太、ジャイアン、スネオ。出来すぎくんが優秀でなければ、こんなに宿題が出ることもないのに。三人は結託して、出来すぎくんが宿題をしてこないように出来すぎくんを眠らせる作戦を立てる。という内容なんだが、この話の中でクラスメイトや、のび太、ジャイアン、スネオたちが、多めに出された宿題に対して、おい、難しい、終わらないと嘆いているんだ。そんな中、出来すぎくんは、あれくらい10分もあればできるよと発言。そりゃ、出来すぎくんなら10分でできる宿題なのかもしれないよね。でも、他の子たちには負担が重く感じる宿題の内容だったんじゃないかな？この発言は、嫌味でなくても反感を買っちゃう発言かもしれないね。出来すぎくんは、自分の能力をひけらかすタイプではないから、全く悪気なく発言したんだろうな。お門違いだけど、出来すぎくんのせいで宿題が増えたと感じている生徒もたくさんいるし、恨まれる可能性は高いよな。また、悪気のない発言ではあるんだけど出来すぎくんと同じように勉強ができない人や、勉強を辛いと感じている人の気持ちには出来すぎくんは寄り添えてはいないよな。自分の常識が人にとっては常識でないなんてまだまだ小学生には理解しがたいと思うよ。そこまで思んばかるのは、いくら出来すぎくんでも無理だよね。逆にそこまでできたら恐ろしいよ。出来すぎくんにもできないことがあって安心したぜ。そうだね。四つ目は、のび太にしずかちゃんを奪われてしまったという点。のび太としずかちゃんと出来すぎくんの三角関係は、よくエピソードにも出てくるよね。正直、出来すぎくんとしずかちゃんの方がお似合いのカップルのように感じるけど、私もそう思うぜ。一つ、出来すぎくんがしずかちゃんに好意を寄せる気持ちがわかりつつ、かっこいい一面が見られる話があるんだ。それは、コミックスドラえもんの37巻、卵の中のしずかちゃんという回でのこと。この回では、出来すぎくんと仲良くしているしずかちゃんの姿を目撃したのび太が、その様子に嫉妬して、ドラえもんに泣きつき秘密道具を出してもらうんだ。その秘密道具とはすり込み卵というもの。15分入っていた人物は卵から出て、初めて見た相手のことを、好きでたまらなくなるという道具なんだ。そのすり込み卵を使って強制的に、しずかちゃんがのび太のことを、好きになるよう画策するのび太。だが、様々な要因が重なって、しずかちゃんが卵から出て最初に見た人物は、出来すぎくんになってしまう。のび太の計画は大失敗する。という話なんだ。いつものごとくね。この話で出来すぎくんの何がかっこいいかって、道具を使って出来すぎくんにメロメロになっているしずかちゃんを、優しく制する姿なんだ。出来すぎくんもしずかちゃんのことが好きなんだから、ラッキーなことなのにね。なんで喜ばないのかな？出来すぎくん曰く、僕だってしずちゃん大好きだよ。でも、こんな機会に頼って君の心を動かすのは嫌なんだ。とのこと。素敵すぎるでしょう。だよな。のび太の発想とはまるで違う。出来すぎくんはきちんと自分を知ってもらった上で好きになってほしいんだぜ。ある意味、のび太への皮肉でもあるし、自分自身への自信の表れだとも言える言葉だよな。霊夢と同じく、しずかちゃんもこの言葉に感動。ますます好きになったわと発言しちゃってるんだぜ。そりゃ、そうでしょ。これはのび太の乾杯だね。なんで、しずかちゃんは未来でこんな完璧な人ではなく、のび太を選んじゃったんだろう？それは映画、スタンドバイミー、ドラえもんの中で触れられているんだが、出来すぎくんは、だいぶ未来までしずかちゃんに思いを寄せていたようだぜ。ただ、しずかちゃんに振られることによって出来すぎくんの恋は終わりを迎える。なぜ、出来すぎくんは振られてしまったのか。その理由は、出来すぎくんは私がいなくても一人で大丈夫だから、というもの。実は脆いのに強そうに見える女性が、男の人に振られる時に言われがちなセリフな気がするな。まさに、しずかちゃんは、一人でも立派にやっていけそうに見える出来すぎくんより、一人では何もできないのび太をサポートしたいと感じてのび太を選んだんだろうな。そんな理由、私にはよくわからないな。しずかちゃんは、犠牲的精神の持ち主なのかな。いやいや、のび太を選んだ理由はもちろんそれだけじゃないと思うぜ。
のび太の優しい部分、人間性を見て心の底から好きになっていたと思う。しずかちゃんは、出来すぎくんではなくのび太を選んだことに対して、説明できない理由がたくさんあった上で一番わかりやすく、そして傷つける恐れが少ない言葉を選んで出来すぎくんを振ったんじゃないかな。そっか、恋に理屈なしってことだね。しずかちゃんに振られた後も、出来すぎくんはせっせと自分の能力を追求し続け、パーフェクト人生を歩み続けるから、その点ご心配なく。よかったー。今回は、出来すぎくんの詳しい情報を交えながら、実は出来すぎくんはかわいそうなやつ説を解説してみたぜ。霊夢は、この解説をどう感じたかな？出来すぎくんは完璧人間だから、かわいそうな面があるとはマリサの解説を聞いても思わなかったな。そうだな。仲間外れにされているって言ったって、出来すぎくん自身が仲間に入りたいのに、入れないというわけでもないと思うし、出番が少なくても、それが出来すぎくんの持ち味でもあるし、しずかちゃんをのび太に取られたことは、気の毒だとは思うけど、結局、出来すぎくんは幸せになっているしな。のび太は、しずかちゃんが引き取ってくれなかったら、ダメダメ人生を送ることになるわけだしね。余談だが、出来すぎくんはしずかちゃんに振られた後、外国人の奥さんと結婚。奥さんと息子のひでよくんと仲良く暮らしているんだぜ。出来すぎくんの仕事が具体的に何なのかはわからないんだけど、火星に出張しちゃうような超エリート。仕事も私生活も充実していて幸せ満開だぜ。未来では、のび太と出来すぎくんは仲良しになっているらしい。出来すぎくんの息子を預かったりと家族同士で交流を持っているようだぜ。へぇ。しずかちゃんが言ってたことも、生地間違っていなかったってことだね。しずかちゃんがいなくても、出来すぎくんは幸せをつかめる人。みんなが幸せになって後味が良いね。未来は、今どう行動するかによって変わるものだと、ドラえもんが言っていたよな。ぜひ、このままの幸せな未来へ繋がれるように、のび太には頑張ってもらいたいところだぜ。ってことで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。この解説が良かったと思ってくれた人は、高評価とチャンネル登録をよろしくね。感想やリクエストを気軽にコメントしてもらえると嬉しいぜ。それじゃあ、次回まで。まったねー。